はい、こんにちは、坂井ギタースクールです。コミ読み行ってみたいと思います。いつも楽しく拝見させていただいている老年ギター愛好家です。役立つ基礎練習も多く刺激を受けています。さて、チューナーのことですが、最近はチューナーアプリ、ギターチューナー、ギターツナツナを使用しています。先生のお使いの取り付け型のチューナーと比べてどちらが良いでしょうか。チューナーアプリの欠点はありますか。教えてください。教えください。この場を借りてもう一つ質問があります。演奏曲によって速度記号がついていないのが多々あります。先生はそのような場合、演奏速度をどのような判断されてますか。教えていただければ幸いです。例えばミランやサンスのパバーナーなどです。はい、チューナーアプリね、僕もスマホにチューナーアプリいくつか入れてます。なんだっけ、ちょっと忘れたな。パノチューナーっていうのと、チューナーライトっていうのと、あと何かな、あ、その2つしか入ってないのかな。うん、とかなんかそういうの、アプリ、僕も入れて、結構活用してます。でクリップ式のチューナーも使ってるし、いろいろ使ってます。で僕個人的にはこのアプリのスマホのチューナーでも、クリップ式のチューナーでも別にどっちでもいいかなっていう感じですかね。クリップ式のチューナーのメリットは、振動をキャッチして音を拾うんで、周りの音の影響を受けないっていうところがメリットだと思うんですよね。でアプリのチューナーは、ギターの目の前に置いてれば、目の前というかそのね、近くに置いてればその音拾ってくれるけど、周りがうるさいと周りの音もね、こうにも反応しちゃうんで、ちょっとその辺が問題になってくるかなというところですよね。であとはそうですね、アプリの場合だと、スマホって持ち歩いてるから常に、だからどこでも、ちょっとチューニングチェックしようという時にクリップ式チューナーなくてもいいしね、どっちでもいいです。アプリのチューナーだから精度が悪いなんてこともないです。それはね、アプリによってそういう変なのもあるかもしれないけど、それはクリップ式チューナーも同じことが言えるんですよね。クリップ式チューナーでも、あら何このアバウトな感じみたいなチューナーはありますから、なので別にどちらがどうっていうのも僕はないです。クリップ式チューナーがあるんだったらクリップ式チューナーを使うけど、いちいちこうスマホのね、ペッてアプリ立ち上げてとかやんなくていいから、でも、クリップ式チューナーがなくて取りに行くぐらいだったらスマホでチューナーアプリ使うしとかいう感じです。別に欠点っていう欠点もないんじゃないかな、と思います。昔、今はクリップ式チューナーが一般的だけど、クリップ式じゃなくて昔ね、こうそれこそアプリみたいな感じでチューナーをね、こうやって置いてポーンって合わせたりとかしてることの方が、チューナーっていうのはね、そういうのが多かったなと思うんですけど、それと同じ感じですよね。別に欠点は僕は、特に感じたこともないです。で速度記号がついてない曲ね、速度記号がついてない曲って僕は結構その曲のメロディーがどうなってるかとか伴奏とかね、
なんかそういう音楽的に、どのぐらいのテンポ感なのかなっていうところを感じてとか見て、弾いてたりすることもありますけど、例えば、パバーヌとかってなると、パバーヌってまあ緩やかな舞曲なわけですよ。でなんかそういうふうにこう、あ、この曲ってメトロノームいくつって書いてないよってなっても、そもそもこの曲って緩やかな2拍子の舞曲なのかどうかとか、そういう情報っていうのは別に速度表記号がついてなくてもある程度探せたりするところもあるわけですよね、うん、なので、パバーヌって、じゃあパバーヌって何なんだろうってちょっと調べてみたら、あ、こうパバーヌってこういう感じなんだ、そんな速い曲ではないんだなとか、でそういうのが分かってくるから、うん、まあある程度この辺りで、まあこの辺りでというかね、緩やかに演奏していい曲なのかもなっていうのが分かってくると思うんですよ。メトロノーム80か86かとか、69か75か、なんかその辺の数字動向って、まあ、そこまであれかな、僕的にはその人の演奏がどのぐらいなのかにもよるし、うん、まあある程度ねこのテンポで弾けるっていう目標に向かって練習をしていくっていうのも大事なんだけど、うん、はい、であとはやっぱり分かんない曲ね、この曲って速いのかな遅いのかなって分かんない曲は分かんなかったりするんですよね、うん、まあだから作曲者がまあもし演奏をしてる演奏家だったら、うん、作曲者が演奏家だったらその人が演奏してる速度を参考にするだろうし、まあね、誰かのそのこうね初演した人とかね、こうその作品をね、この人のために書きましたみたいな、その人の演奏がやっぱ参考になってくるだろうし、うん、だからまあみんなが弾いてる演奏っていうのはある程度目安として、あ、だいたいこのぐらいの速度な感じなんだなみたいな、うん、そこはもう大いに参考にするところだと思います。ただまあパバーヌは、このぐらいの速さで弾いてる人がいるから、だいたいこのぐらいの速さで弾けばいいのかなみたいな、ざっくりとそういうのはわかると思うんだけど、でもそのねパバーヌっていう意味をちょっと調べてみたりとか、なんかその曲によってはね、そういう昔の曲なんかはやっぱりそのタイトルに速度的な意味合いっていうのが含まれてたりすることが多いと思うんで、うん、まあ、ちょっとそういったところを調べてみるっていうのはいいんじゃないかなと思います。はい、というわけで皆さんからのコメントどしどしお待ちしております。気軽にコメントどうぞ。